皆さんんどうもこんにちは山竹です今回ですね、えー、こちらのオーディオテクニカの AD500X というヘッドホンを買ってまいりました今回ですねあの選んだ基準としては見た目というよりかはあの完全に音質で選んできました秋葉原にあるソフトマップで買ってきたんですけどここなんかすごい良くて自分の持ち込んだ iPod とかであの曲をあヘッドホンの 試着っていうんですか、ね、あの試聴ですかね試聴ができるんですよそこで、あのー、自分なりに一番こう聞きやすかったヘッドホンを買ってまいりましたでこのヘッドホンなんですけどこのシリーズのモデルとしては中ぐらいのモデルのヘッドホンなんですよ値段的にはでなんでこれにしたかっていうとあのー、これより、まあ、安いと安いやつだとやっぱりちょっと音が軽く感じる感じがしたんですけど でさらにねあのこれより高い値段の上位モデルのものになってくると逆になんかなんていうんですかね高音が刺さると言いますかものによっては高音がなんか耳に刺さるような感じがしたりで低音が逆に強すぎてなんかドラムとかの音がちょっと強調されすぎてるかなっていう感じがしたので一番ね自分の、えー、聞いてみた感じでちょうどよかったこちらのヘッドホンを購入してきまいりました。 じゃあ早速ね中身を開けてどんな商品なのかをまず見ていきたいと思いますはいということで中身を開封といいますか取り出してみましたこんな感じのヘッドホンですね耳はこんな感じ見えねえかでケーブルの長さが 3m でですねここに一応 3.5mm のピンなんですけど 6.3mm のピンに変換するコネクタもついております デザイン的にはなんか普通のヘッドホンって感じですね。あとはやっぱ音質が結構良かったんで、あの基本的に3メーターなんでケーブルが、まず持ち運び用としては使わないかなって感じですね。持ち運ぶやつは自分の中でなんかイヤホンっていう決まりがあるんですよね。なんかあまり外に持ち運ぶとやっぱりこうケーブルも断線したりしやすくなると思うんで、扱、まあ、い方にもよりますけど、こちらのヘッドホンは 基本的に自宅で使用しようかなと思っております。いや、楽しみですね。ということで、えー、今回はですね、こちらの、オーディオテクニカの ATH-AD500X を、えー、買ってきて開封してみました。よろしかったら皆さん、えー、チャンネル登録などお待ちしております。ごめんでね、ちょっと、あ、あのー、固定していつも撮影に使ってた iPad はちょっと調子悪いんで、 今 iPhone で撮影してるんで、ちょっとかなり手ぶれがね、やばいかもしれないですけど、ご了承ください。はい。ではまた次回の動画で会いましょう。えっと、次回の動画で会いましょうって言ったそばからあれなんですけど、あのー、そういえば、値段とこの、使い心地を全然話してなかったので、あのー、話したいと思います。使い心地はですね、めちゃくちゃいいですね。音がね、やっぱ、いいですね。やっぱた、あのー、普段より高いヘッドホンは。 自分そんなにあの、ヘッドホンとか詳しくないし、そんなにあの、敏感な方じゃないので、別に安いヘッドホンでもいいかなと思ってたんですけど、おいざねあの、いつもより値段の高いあのヘッドホンつけてみると、全然違う。なんかね、世界がね、変わりました、音楽の。もうぜひね、あの、皆さんにも、今よりワンランク上のヘッドホンでもいいので、えー、ちょっとお金を出してね、使ってみてほしいなって本当に思いました。 でこちら値段なんですけど、あの秋葉原のソフトマップの方で、税込みで約9000円程度の、えー、値段になっております。これめちゃくちゃおすすめなんで、あのー、本当にね、ここのヘッドホンでいいから買ってほしいです <laughs>、はい。商品名こちらです。ATH-AD500X。はい。ということでね、今度こそ、今度こそね、えー、動画、これで終わりにしたいと思います。また次回の動画で会いましょう。それでは。